SK48 チーム E のカエニャンこと池田カエネです。おしゃれな洋服、これはファンの人にいただきました。ありがとうございます。オッケー、イヤリングがいい。このイヤリングは秘密です。あ、16歳じゃないし。20歳だし。このイヤリングはね半額で買ったの。うん、髪の毛結んだ。今日はちょっとね、今日は何をしたかは秘密。っていうこともない。ご飯食べた。今日はオムライス食べた。オムライス食べた。オムライス食べました。都会のオムライス食べました。うん。相方。うん、このイヤリングさ、めっちゃ安いんだよ。安く見えないでしょ。私毎日オムライス食べたいぐらいオムライス好き。本当に相方は相方よ。そして欲しいものがたくさんあったけど見た。8番出口の近くのオムライスある洋食屋、なんて店だろう。うん、ウィンドウショッピング。いろいろ服とかサンリオとか。ウィンドウショッピングってなんでウィンドウショッピングっていうのかな。窓だからですか。8番出口といったらサンシャイン栄、夢が叶う場所サンシャイン栄。
あ、そういうこと？ショーウィンドウってそういうことか。窓じゃないとか。夢叶いました。私はなんかね、二次審査の後に一人でサンシャイン栄に行ったんですよ。なんか二次審査受かると思ってなくてで受かって、えって、本当に初めてだったから、そのアイドルのオーディションでその書類審査通るのも初めてだったし、二次審査通るのも初めてだったし、初めてだったから、そうと思って、で劇場見てみたいなって思って外から見に行きました、一人で。めっちゃ分かんなくて、地下鉄と地上の鉄道があるじゃないですか。それが分かんなくて、最初地上に出ちゃってて、でもなんか待てど暮らせど栄行きのさ電車が来なくて、今思えば全然歩いて行けるんですけど、歩いて行ける距離なのに本当に分かんなくて、で知り合いもいないからもう一人で、でやっと地上に出て観覧車が見えた時は感動しましたね。あそこだと思って、でもし次の審査で受かったら、このあのなんていうの、扉、劇場の扉あるじゃないですか、なんかミントカラーみたいな、あれの中に行って自分が踊るんだと思って、それで記念撮影をしました、壁と。ちょっと探すね、その写真。でも本当にまさかさ、まさかまさかだよね。2018、これか。あった、なんかめっちゃ変な自撮りしかないけどね、これ。2018年の11月。どうやったら見やすい、あ、逆、明るくした方が見やすいかな。どういう顔ですかね、これ。これが初めて名古屋に降り立った日。見えないか、見えないよね。感動したな。まだパンケーキ屋さんがあったんだよね。で2018年に見たクリスマスツリー、2018年に一人で見たクリスマスツリーを去年メンバーと見て、今年もメンバーと一緒に見て、見ましたね。これがオーディションの時とかに外から見たやつ。なんかそう、そんなことってあるのかってぐらいびっくりなんですけど、びっくりなんですよね、びっくり仰天丸。いや、なんで名古屋にいるんだろうって、本当にびっくり丸ですよね、びっくり丸ですよね。
今日で合格から2年なんですけど今日で合格から2年です。そうなんです。あれ2年だっけ。2018年だから2年か。です。なんかね、そう今日なんかの日だよなってずっと思ってたんですけど、そうでした。やっぱり2012月9日ですね。2周年ですね。どうやらどうやら。うん、どうやらそのようです。なあ、だから2年前の今日ダンス審査して歌唱審査して自分の番号が呼ばれた日ですね。だからに、え、待って、まだ2年しか経ってないんですか。びっくりなんですけど。2年前の今頃は何してたかな。2年前の今頃は何してたかなというと、え、みんな覚えてるの？みんなわかん、いや、み、2年前の今頃はね、帰りの新幹線の中かな、多分。で、もう日付が変わるぐらいに駅までお父さんが車で迎えに来てくれて、うーん、そんな、でも本当にはっきりと思い出せる今でも。あ、じゃあ今日ちまさんと出会って2周年だ。初めて会って2周年の日だ。でもその後なんかセレクションとかあるかなって思ってて、そうだった。うんうん、うん、そうだそうだ。ちまにゃん、でもその時はまだちまにゃんじゃなかったんですよ。まだただの、まだね、他人だった頃ですね。22日連続配信ありがとうございます。あ、そう、ツイートした方がいいかな。ツイートしようかな。会場に早く着きすぎちゃって中に入れなくて一人でコメダでモーニングしました。昔の写真見たら全部学校のジャージ着てるから困っちゃう。
まあそれからというものは、それからというものはね、もうレッスン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 レッシュン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 をして、そしてお披露目をするという、なんかピックラポン太郎だね。2年でだいぶ都会の女になったね。じゃあ来年はもうやばいかもね、もっと都会かもね。でもね、やっぱり未だにね、はしゃいじゃう、街の方に出るとね。目元の化粧かわいい。本当ですか。何を塗ったかな今日は。何塗ったかな。あれ塗ったかな。ショコラスイートアイズみたいなやつ。リンメルだっけ。それのやつを塗りました。で。クイックラッシュカーラーつけて、アイライン引いて、終わり。逆に2年いるのにまださ、なんかイルミネーションとか見るとはしゃいじゃう。エレベーター乗るだけではしゃいちゃうし、でもなんかもうそれはなんか止められない、その衝動は止められない、その高い建物に興奮しちゃう衝動も、光ってるピカピカのイルミネーションとかクリスマスツリーに興奮しちゃうのも、なんか車がたくさん走ってるのに興奮しちゃうのも、うん、都会に感動しちゃう気持ちはもう抑えられないので、なんかもう無理にそれをやめようとしたら私は私ではなくなってしまうと思うので、これからも都会はすげえと思います。テレビと見た東京タワーみたい。科学館の丸い玉みたい。ブロッコリーのイルミネーションも見たし、オアシスのイルミネーションライトアップも見たし、うん、あとなんだろう、何見たかな。変わらないでいいよって言ってくれるのは嬉しいですね。だってもうしょうがなくないですか。しょうがなくないですか。もうしょうがないんです。仕方がないんだよね。都会はお金あると楽しい。確かに確かにね、普通にお買い物とかしたいもんね。洋服とか買いたいもんね、普通に。田舎もいいけどね。
クレジットカード持ってる？持ってない。でも最近マナカでピッて払うんだ、コンビニとかで。調子に乗ってさ、お金なくならないような気がしちゃうけど気をつけなくちゃ。マナカでって言うんだよ、マナカで。初劇場公演でカエニャンのメッセージカードもらってもらったとこからおたかつスタート。おー、ありがとうございます。嬉しいな。クレジットカード作らない方がいいよ。作り方わかんないから作んない。財布もちゃんと大きいのをずっと使ってるよ。長崎はスマートカードだよ。長崎スマートカード。定期を買ったことがなかったんですけど、こっちに来て定期を買いました。でもなんで定期って買ったところまでしか行けないんですかね。なんで定期ってさあれなの。なんでさお金払わないとさ次に行けないの。え、なんでさ、なんでさ、一駅でさ、例えばさ210からさ240だとするじゃないですか。あ、210、ここからここに行くのに210だとするじゃないですか。で、ここに行くのが240だとするじゃないですかね。で、ここからここまで行っても240じゃないですか。ピュッて2個行ってるのに。で、ここまで行って210で一旦改札を出るとするじゃないですか。で、ここからここに行ったらなんで30円じゃなくて240円。ん、違う、210円なんですか。距離にお金を払ってるんです、払ってるんですか。あ、払ってるんですか。あ、こう改札にお金を払ってるんですか。30円じゃダメですか。だからもう危ないよね。間違えて降りてここやって思った暁にはおしまいよ、ね、みんな気をつけてね。私は何回かそれをやってしまったからさ、気をつけてね。気をつけてね。まあその改札を出るっていう行為にはちょっと厳重注意を払う方が良いと思いますね。
初見ありがとうございます。いやかわ、いやいやいや、そうなんかね、そうあのさ、ファンの人、そうなんか前も質問とかもらってたんですけど、なんか会った時とかに声をかけていいかかけちゃいけないかみたいな思ってる方いると思うんですけど、基本的になんかかけてもらったらすごい芸能人になった気分になりますので、すごく嬉しいと思います。でもなんかすっぴんでなんかボロボロの服を着ているときはちょっと恥ずかしいな。だからなんかメンバー誰かといるときとかだったらね、可愛くない？可愛くない？猫飼ってるみたいな。猫飼いたいんです。あの栄とか全然、栄とか名古屋とかいるときは全然嬉しい。この子は名前はまだないよ。名字は池田。名前はつけない。あのさ、すっごい可愛い話していい？可愛いの。可愛いね。やつの話があるの。あのさ、いちごミルクのさ、キャンディーわかる？三角のサクサクサクのやつ。私、あれさ、めっちゃ好きなの。幼稚園の時、そのね、あの、いちごミルクのファンだったの。本当に。なんかね、運動会が終わった後にね、先生がねくれたの、幼稚園生の時に、そのいちごミルクのキャンディーを。でそれでまず包み紙可愛いじゃないですか。だからその包み紙を捨てないで取っといたんですね。で食べた後にもうめっちゃなんか噛んでも美味しくて、そう噛んじゃうんだよね。で美味しくて、それファンだったんですね、そのいちごミルクの。そう、そしたら私それでさ、なんかキティちゃんのファンなんですけど、なんかコラボしたんですよ。だからちょ、それはさ、ちょっとさすがにさ、よちょっとさ、ダメじゃない？なんかっていう。なんか推しと推しがコラボするのはさ、困っちゃうよね、本当に。もうさ、え、なんかもうって感じだった。そう、反則、そう、反則なの。反則なの。そんなのさ、だってさ、やばくないってなるじゃん。やばくないってなるじゃないですか。だからなんかもう、語彙力をね、語彙力を失った。本当に可愛すぎて。でもさ、なんかさ、でもさ、ポーチとかなんですよね、その出るグッズで大体。
ポーチさ、もうさ、ポーチがありすぎてさ、そのさ、なんか可愛いものって大体ポーチじゃないですか。でもポーチってさ、1個あればいいじゃないですか。だからさ、なんかポーチを入れるためにポーチを買う、もうポーチって何なの？ポーチポーチ言いすぎてさ、ポーチって何なのってなりません？なんかもうあれ、ゲシュタルト崩壊、ポーチって何みたいな。だからさ、ポーチポーチ言いすぎて、ポーチって何っていう感情になってきた。なんかもうさ、大体さ、持ってるものじゃないですか、ポーチって。だからもう語彙力を失ったよね。わかります？このなんか何とも言えないこの表情じゃない、この感情、わかりますか？だからなんか、その欲しいけど、欲しいと買うの間に、このぐらいの思考回路タイムがあるんですよ。需要と供給じゃないな。欲しい気持ちと実用性、欲しいと使うっていうさ、欲しいけど使うもの、使う、持ってるものを買うのはダメだと思うけど、でもなんか誰かが言ってたんだよね、なんか誰でも思うことだと思うんですけど、使うから買うんじゃなくて、可愛いから買うんだよっていう気持ちもあるのよ。だから頭の中でさ、天使と悪魔が戦ってるの。天使と悪魔が戦ってるって感じだよね。この気持ちは、この気持ちはね、言葉にできない。なんかどういう感情なんだろう。でもね、今日ね、私ね、めっちゃ買ったんですよ。見ます？何を買ったか。秘密にしときます？今日お買い物してテンション高いんですね。見ますか？めっちゃ可愛いんですけどね、見ますか？そう、お買い物した日ってすっごいね、テンション上がるよね。何を買ったか見ますか？しょうがないな、そこまで言うなら見せてあげよう。じゃーん、スタンプー。見て、なんか詰めて選んでねみたいなやつあるじゃないですか。それを選びました。いい匂いで、ほら、またこれもポーチじゃん。見えにくいかな。あ、これ、ほら、かわいい。だから、そう、だからこれを買う時も悩んだんですよ。スタンプあなた使いますかって、自分の中の自分に問いかけました。そしたら天使と悪魔が
こう言いました。天使の方は使わなくても可愛いから買っちゃえって言いました。でアクアの方は、うん、ちょ逆や逆や、天使の方は使わないから買わない方がいいよって言いました。でも悪魔はこっちいい、こっちいい、可愛いから買っちゃいいって言いました。だからファンの人にメッセージカード書くときとかに使えるかなと思ったんだけど、公園とかで配るやつ。私15枚か30枚ぐらい在庫があるんだよ。S 公園のお客様生誕のために書いたやつの在庫がある。ウィーナー、ウィーナー悪魔、ウィーナー悪魔かわいいの。しかも全部さ、なんか好きな色にした。これを選んでる時間が最高に楽しかった。みんなもぜひスタンプ買ってみてね、選んでみてね。楽しいから、このワクワク感は本当にね、誰でもねハマると思うからね、ぜひサンリオに行った時にはやってみてください。行くか分かんないけど、行かないか、行ったらやってみてください。これ選ぶ時めっちゃ楽しいから。なんかね、本当にね、なんというか、しかもここに穴が開いてるからストラップ通してどっかにつけたりできるっぽい。これはちょっと大事にします。でも大事に使う、ちゃんと。でこれで、あとちっちゃいポーチを買っちゃったから、また私の中でまたこう天使を育てなければならないなって思います。まあさ、みんなもさ買っちゃうでしょ時々。そういう時あるでしょそういう時あるでしょ。例えばさ、ほら、なんだろう、フィギュアとかプラモデルとかね、あるでしょ、あるでしょ、つい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 さね、だから私がしたことは別にいいんだよフ心に語りかけました。皆さんの酔ってない、ノンアルよ、私いつだってノンアルコール。お腹いっぱいだけどさ、デザート食べたい時とかあるでしょ。アイス1個食べたいけど2個食べたい時とかあるじゃないですか。今日ちょっとツイートしないといけないな。いいツイートをしたいけど、写真が
真どうしようかな。どれがいいと思う？ちょっと一緒に決めましょう。ちなみに、ちなみになんかお礼配信見たよって人いますか？2年前の今日どうなんだろう。なんかねえ、何き、なんかいつどこでもいつでもなんか見つけてくれてありがとうって感じなんですけどね。なんかね、そう覚えてます、みんなで壁際に、壁に沿って壁でちょっとずつ間隔空けて一斉に配信をしましたね。なんか私は多分なんだろう、ギガが弱くて、ギガが弱いっていうか、なんかあんまり、なんかね、あんまりいい、なんかね、モヤモヤしてたんだよね。画質がもざってたって書いてある。全然見てなくてもいいです。あの全然いつ見つけてもらっても本当に嬉しい。いや逆になんかすごいちょっと面白い顔してるんだよ。すっごいね、スクショしてるんですけど、なんかすっごいね、やばい顔してるの。あ、見えない、見えないわね。いいところいっぱいあるから受かったんだよ。こけしちゃん根性ありそうだから大丈夫だね。その謙虚さが良かったんだと思う。おめでたわ、頑張ったからでしょ。本当によく頑張った。握手会行くよ。猫連れて名古屋へお引っ越し。こけしちゃん来た、おめでとうございます、おめでとう、本当におめでとうとかいっぱい書いてあります。これから始まるストーリー本当に楽しみにしてますとか。なんかね、ギリギリまで推薦コメント読んでました。コメントはスクショ、お礼配信をスクショしてたから残ってたりする。だから今見に来てくださってる方の推薦コメントとか、その時のコメントとかも残ってたりするからね。なんか本当に全てはここから、全てが始まったのはまあオーディションのショールーム審査1日目からだとは思うんですけど、でも SKEに本当になったのはこの日だから、まあ朝はねマジお腹痛かったけど小倉トースト食べた。腹が痛くなるよね、そりゃ。クリスマスのギフト、かわいいのギフト、バラのギフト、クリスマスリースのギフト、ありがとうございます。私はこけしちゃんからね、こけしちゃんからかえにゃんになったということで、こけしちゃんからかえにゃんになったということで、これからもゆるピクミン、
ちょっと今ツイートします。ちょっとどうしようかな、写真がさ分かんないんだけどね、写真が分からないんだけど、ちょっと待ってね。2年前、でもそれからは早かったね、いろいろどん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 いろんなことが進んでいって、うん。集合写真は手元にないな。その後のレッスンの時の集合写真とかならあるけど。手元にないの。ファンが増えた、増えたのか、わかん、増えたのかな。でも、でもなんかいっぱいの人が出会ってくれて嬉しいです。 SKE48 オーディション合格、合格から合格2周年、なんて書こうかな。なんで書こう。なんだろう。から2年、合格2周年、2週、日本語おかしいかな。日本語おかしくない、ちょっとわからない、日本語わかんない。私いつもツイートするときめちゃくちゃ時間かけてるんですよ。
つい消し確かにいつもしちゃう。ちょっと待って、めっちゃ考えちゃう。うん、こんな悩んでる、本当にめっちゃ悩んでる。じゃあ私が悩んでる間にインスタグラムをのストーリーを見てきてください。みんな見ましたか、私が濡らされてる時の霧吹きでなんか本当になんか犬みたいピシピシピシ。なんか私絵文字の一つ一つでもうめちゃくちゃ悩むんですよ。何の絵文字つけようって。どんな、めっちゃ考えちゃう。オーディション合格から2年。めっちゃね、本当に時間かかるんですよ昨日の電卓の動画は、ちょごめんなさいね、無言になっちゃって。電卓の動画は普通になんか画像のなんか動画の形式が違うのかわかんないんですけど、全然上げれなくて本当に、ね、お風呂入る時間が遅くなっちゃった。
めっちゃ全然もう本当にパッて撮って本当に1分ぐらいで撮り終わったのに、本当に全然なんかこう投稿しようとしてこう青い線がビューンっていってこの辺で止まってツイートできませんっていうのが本当にもう20回ぐらい何回しても再読み、なんか再投稿してください、下書きに追加しますみたいな、でも全然できなかった。よし、ツイートしようかな、そろそろできそう。なんか本当に私を受け入れてくれてありがとうございます。 SK で認めてくれてありがとうございます。できた。できました、ツイート。頭しか見えない。めんごめんご。あ、やばい、追消ししたい。どうしよう、追消ししたい。なんか変変じゃない変じゃない。でももうダメだ、もうダメだ。22いいねと、あ、もう42いいねと8リツイートがついてしまってる。もうダメだ、もう戻れない、もうダメだ。え、でももうダメだ、消し、もうダメだ。え、なんか変じゃないこれ文章。違う、あのさ、打ってる時はさいいんだけどさ、打ってるときはさいいんだけどさ、なんか打ち終わったらさめっちゃ間隔空けすぎたなってなんない？あ、やばい、もう2コメントがついてる。ダメだ、もういいかな、しょうがないかな。わー、追記したい。もうダメだ、変じゃない、変じゃないですか、変じゃないですか。え、文字変じゃない、大丈夫。いや、もうダメだ、もういっぱいついてるもん、もうダメだ、ダメだ、もう変じゃない。
もうダメだ、8個もコメントがついてる、もうダメだあ、もうダメだ、14リツイートされてる、もうダメだもう追消しできない、変じゃない？なんかさ、最後にさ、なんかさ、あの2とさ、キラキラがさ、ちょびっとついてるのがさ、嫌だなんかそこは一行にまとまってほしかったなって思うから、なんかいろんなの、いろんなを漢字にして、で叶えていけますようにを叶えられますようににすれば一行に収まる気がするんだよねでも別にいいか、もうなんかどうせ開いたら文字列変わるしね。いやー、なんかツイッターってすごいね、もう100いいねついてるからさ、もう後には戻れない。え、なんかね、引用リツイートの方が見やすいからよくいいねしてる。え、待って待って、パソコンで見ると一行になってる、スマホ横にしたら一行、マジですか、ほんまでっか、それは、あ、いいねいいね、それはいいね、それは良い。あ、よかった、え、横にしてみようかな、私も。見えない、横になんないよ、固定してないのに、固定してないのに、湯浅さんありがとうございます、湯浅さんありがとうございます。でも自分に何の魅力があって受かったのか未だに分からないし、分からないけど、でもこんだけ見てくれて応援してくれる人がいるってことは、きっと自分でも気づかないけど、なんか少しは魅力があるのかもしれないじゃないですか。だから応援してくれる人のために、ためにっていうか、応援してくれる人がいるから私は SK でいられるので、叶えていきますようにっていうのがチームいいか、本当ですか、なんで、みんなのリプ読んでますよ、いつも読んでるよ、いいねつけるときもつけないときもあるけど全部読んでるし、本当に私にとってファンの方の存在は大きすぎて、だって普通の人間だから、私はただのアイドルでもないから、アイドルじゃないっていうのは言い過ぎかもしれないけど、なんか本当に別にとりわけ歌やダンスができるわけでもなければ、めちゃくちゃね、なんか見た目がいいわけでもなければ、別にね、なんか何ができるのって感じだけど、なんかなんでしょうね、なんかなんでか選んでもらったから、やっぱもう簡単にはもうやめないし、
なんかもうダメだけど頑張る。なんかみんなもっと私の名前をつけてツイートしてくれたらいいのに。ツイーティーしてよ、もっと。結構なんか見てるんですよ。ツイーティー、ツイートです、ツイーティー。いやね、めっちゃねショールームのなんかスクショとかしてくれてたり、公園のスクショとか感想とか、なんかもっともっとしてくれてもいいんだよって思う。なんか全然恥ずかしがらずに、なんか池田はそういうのがすごい元気の源になってるのでね、なんかこの自撮り気に入ってるやつとか、ファンの人多分保存してくれてるやつとかだったり、なんか本当に何でもいいから、もっともっとなんか私も SNS 頑張るけど、ファンの人もなんかいっぱいツイートしてくれたら見るのになって思って、なんかもっと距離感を近くじゃないけど、もっとなんか見るからって感じです。変顔が多いと入れていいかわからない。いいよ、今日ポニーテールバージョンだよね。乾燥する。2周年の2、9合ってるかな、こっちで9匹の9、こっちかな。アイコンにするぞ、どうぞ。どうぞこっちに。めっちゃ憎たらしい子供みたいな言い方しちゃった。本当に私はね、ファンの人がねツイートしてくれるの大好きだよ。自分もツイートするのめっちゃ悩むから、ファンの人ももしかしたらもっと悩んでるかもしんないじゃん、悩んでくれてるかもしんないじゃん。なんかもう喋ってたらお腹空いちゃったよね。夜ご飯食べたの、早く寝よう。発信頑張ります、頑張って。それで目についてくれる人もいるかもしれないじゃん。公演の時はちょっと悩む時がある。確かに公演はね、私ね、あの毎秒事故がなので
ちょっとねダメなんですよね。だから毎秒事故がにならないようにちょっと頑張ります。よっかよ。そうなんかね、前なんか毎秒事故がを更新してるんですよ、公演の時のスクショって。なんか全部事故ってるんですよそう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 、だからなんかいつもこんな顔とかしてるし、なんかこんな顔とかしてるし、なんかもう踊るのと歌うのに必死すぎてずっと鼻の穴開いてるし目つぶってるんですよずっとブスな顔して踊ってるんですよ私。だからもうちょっとマシマシな顔ができるように頑張ろうと思いますじゃあもうちょっとねマシな顔して踊りたいんですけどちょっと全力すぎてもう本当になんかいつもこんな顔してるんですよちょっとこれがさ、ちょっと世の中に発信されてるのめっちゃ恥ずかしいんだけど、あいつえこんな顔なんか本当に振りと歌に必死すぎてるかこんがみたいな感じだからちょっとスクショはちょっとね、あの本当自己紹介の時とかはまあいい顔してるんじゃないですか、知らんけど。なんかさすがに白目は向いたことないと思う。今度向いてみるね、フリートークみたいなとこに。フリートークフリーコーナー、本当になんか何してもいい時とか。じゃあセルフ自己顔の練習します。例えばこういう曲だとするじゃないでもこれなんかさ君が思ってるよりなんですけど、これの時にさ自己顔になることはなくない？だってそうだから絶対こういう顔しかしないじゃんなんか多分どこが自己かな、どこが事故になりやすいかな、バラ女神とかじゃないかな事故になりやすいの。なんかもう踊るの必死すぎてなんかみたいな顔になると思う。けどまあそうお縄とかなんかもみたいな顔してなんかこうん急に冷静になった。明日はねすごいちょっと楽しみなことがあるんですよ。なんかリバイバルのやつはちょっとやばいかもね。まあ逆に面白いからいいけどね。リバイバルされてる時の池田はマジでちょっとなんかいや面白いだから、いいですよいいですよいいですよ、皆さんつぶやいてます、つぶやいてますね、つぶやいてますよ、いいですよいいですよ。あれまだちょ足りないよ、全部読むよもう。
いいねいいね、いいよいいよ、愛が伝わってくるじゃない、愛が伝わってくるね、いいねいいな、いいな、いいな、やっぱね愛が欲しいんですよ私は。愛が欲しいんじゃ。あ、みんなツイートしに行ったんじゃないの、コメントが滞ってるよ、ありがとう、大好きみんなのこと、出会ってくれてありがとう、いろんな縁があるからね、ご縁を大事にしないとダメだよ、押しは押せるときに押せだよ。待って、携帯壊れちゃった、コメント来なくなっちゃった、え、マジでやばいのあった、だってやだ、待って本当にやばいんでしょ、絶対やばいんだって、もうあーもうやだな、え、じゃあさビフォーアフターみたいにさしてくれないとさ、やだほら今こんなに大人っぽくなったよ、そばかすと思ってるでしょう、これシミなんだよ、ツイートしてた、ありがとうございます。え、なんかハッシュタグ決めた方がいいのかな、でも自分の名前で検索してるんだけど、おお、増えて増えて、ありがとうございます、いつも見てるよみんなのこと、見てるよこうやって、最近最近ツイートしてないなとかこうやって見てるよ、あとラッキーフードの報告とか見てるよ、あなたの後ろ今振り返ってみ、私がいるよ、気をつけてね、ほら後ろ後ろ後ろ見て、後ろ見てよ、ほら、ねえ、ピュッ、髪の毛復活、寒い、後ろを見てごらん、ね、今日涙袋キラキラにしたんですよ、可愛くないですか、みんながポニーテールしてほしいって言ってたからしようと思ったけど、髪の毛が足りなくてポニーテールじゃなくて普通の一つくくりになっちゃった、全身見せてほしい、嫌ですね、だってただの池田だもん、後ろ見て、見せないよ、変なの、いや、ツイーティーが増えて嬉しい、みんなありがとう、いいねいいねいいね、キュンです、大人っぽいってほらやっぱりね、嬉しい、一番嬉しいな、大人っぽいって言われるのが最高に嬉しい
んか寒いからお風呂入るわそろそろ。お風呂入ろう。あ、フェラ、あ、フェラ、あ、フェラ、フェラ。猫。やっぱ大人っぽくなったよね。お風呂でショールーム話あるわけないよ。目がシパシパしてきた。よし、そろそろ終わりにしたいと思います。いや、大人っぽくなった、嬉しい、ありがとう。寒い寒い寒い、やばい、もう10時20分や。寒い、恋落ちフラグのやつ来てください。来てくださいじゃないや、手形もらってください。手形とあれもらってください。お願いします、お願いします、もらってください、お願いします。パコーン、はい、お風呂入ります。ピュッ。だって新年一発目から手形押せるなんてもう嬉しいんだが嬉しいんだがめっちゃ楽しみです。手形押すの当て当たりますように。当選祈願、見てくれてありがとうございました。ということで、2年前の今日に私は合格してから2年が経ったんですけども、これからも応援していてくださると嬉しいと思いますが、皆さん応援してくれますでしょうか。今日はちょっと明日楽しみなことがあるのでテンションが高くて荒ぶってしまいましたが、あんまり荒ぶらないように頑張りたいと思います。油かたぶら、あの名前読んじゃいけないんですよ、ね、だから13位からまさん、12位きさん、11位かさん、10位ぱさん、9位ごさん、8位あさん、7位えさん、6位みさん、5位くさん、4位ひさん、3位けさん、2位やさん、1位しさん、22位ほさん、75位くさん、ありがとうございます。ありがとうございました。アラブカタブラ、良いお年を。